はい、おはようございます。今日は月曜やね。今日からまた仕事ということでね、2日やっぱり休みあったらね、全然ちゃいますね。はい、今ちゃん、はい、餌食べといて。目についてる。ママ、よいしょ。お、ママ、ママ、ママおいで。まあ、今日は珍しくね、珍しくてまあよっちゅう来るけどね、朝からはねこんなにべったりはなかなか来えへんねんけどね。な、はいはい、まあおしっこもねちゃんと出てますね。なママ、はい、ご飯か行っといで。あれ行けへんの、行きかけて。それでね、昨日のね白北チルドレンたちはまあ怒ってますけどね、まあトイレはできてましたね、ちゃんと。ね、その子はちょっとそんな感じかな。この後は生地ね、生地の子。ね、この子はだいぶ出てきて、ね、シャーシャー言うてるけど。黒猫ちゃんは今こっちに囲う。この子が一番凶暴ちゃうかな。凶暴よりか怖がりちゃうかな。ものすごい怒ってるからね、この子が一番。あ、パウチやって、ちょっと様子見てみようかな。餌ちゃんと食うかね。カリカリは食ってますからね、大丈夫だとは思うけど。はい、ママ、はい、鬼太郎ちゃん何してんやもん。あ、ここにおった、忘れてたな。はい、トトちゃん、あの、あ、おんね、奥におんね。あ、みこちゃんは、ふんちゃんはね。それでりんちゃんがここ、相変わらずもうここちょっと引き分引いたらとダメですね。まあいろいろね昨日くれはってね、もう前のやつここに引いたりね、この子猫の入ってたやつで、まあここのやつをどけて、で美奈子をちょっと大きい、ね、なんかもうちょっと大きい部屋でもねこさえたろうかなと思います。ちょっとちっちゃいからねここ。ああ美奈子ちゃんちっちゃいやろな。それでももちゃんこうね一緒に入れるやつね、なんかあったらね、まあこれもね、ほんまどけてもいいんやけど、一応何かあった時用に置いてます。はい、マイルドちゃん。あ、サボコロちゃんさっきそこおったけどね。どこ行ってんの？あ、チャーコちゃん、これね。チャーコちゃん。チャーコちゃん。おいで。チャーコちゃん。はい。ね、チャーコちゃん。はい。そじちゃん。こうかな？あ、こうなのね、サボコロちゃん。またねチュールあげてるの取ってほしいやってる方おったんで、またこっちにチュールあげてるのとかね、また取りますね。ね、なあサブロちゃん、こんな顔分かるかな、分からないかな。続いてマイルドちゃんね。まだまだ逃げんかね、マイルドちゃん。それでひらりちゃんね。はい、まほんちゃん。まほんちゃん大丈夫やな。可愛らしいな、これ。ちょっと、これ。ああ、やっぱこの、今のシーンいいんやけど、カレンダーのね、今ちょっと、集めてます。ちょっとレオちゃんがね、2回ほどなるんやけどね、子猫のいっぱい写ってるのと、これと、あれ、レオちゃんのね、だけのをちょっと、2枚、あと10枚。ね、他のサビちゃんのね、あれかな、まあ、ポンさんも頑張ってちょっと探して、ね、早いことね、10月中には間に合うかな。カレンダーちょっとね、なんとかせなければ。欲しいいう方ね、結構いてはるようやからね、頑張って作らんとね、写真がね、もう、どの子っていうのをやっぱり選ばれへんからね、なかなか難しいですね。人気って思われる子をね、ポンさんが、あれしますね。選んで、ね、やらせていただきます。まあ、こんな感じで、ね、今日は向こうもちょっと撮ろうかな。向こうというか、みぎちゃんルームね。はい、以上です。はい、みぎちゃんです。みぎちゃん。こんな感じでね。もーちゃん元気か？もーちゃんはゆいちゃんは元気やね。もーちゃんちょっと怒らん。もーちゃんまあ、食欲もあるしね、問題ないと思います。はい。しゅうたろうくん、ね、何の問題もなく、まあ季節の変わり目いうことで一番ね今ねおしっこのことでね注意しながらですけどね、一番ね季節の変わり目が多いからね、寒くなったら特に。こんな感じです。はい、ララちゃん。はい、以上です。みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、#9910に連絡お願いします。